皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。はい、今日の散歩は武蔵小金井です。武蔵小金井ってどの辺だという方のためにちょっと簡単にご説明しますが、新宿から中央線に乗って、八王子方面に向かって、八王子の手前ですね、新宿から約30分ぐらいのところですに、こちらの駅に着きます。実はですね、面白い写真があるんですが、持ってまいりました。実は2年前にやはりこの武蔵小金井の同じ場所に立っているんですが、2年間のうちにもう駅の様子がこれだけ変わっています。前回はですね、この東側、武蔵小金井の東側を歩いたんですが、今日は反対の西側を歩いてみようということなんです。この番組はテレビショッピングのハピネスクラブ、アートネイチャーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は中央線武蔵小金井駅周辺をお散歩。無理ね。庭園、神社、小道、至る所豊かな湧き水や紅葉であふれていました。見てごらん、ずっくん、水の中にモミジの葉っぱが浮いてる、沈んでる。綺麗だね。専門店で湯葉作りを見学。出来たての味にちいさんご満悦。お店に入ってきて2分後に食べてるってさらにちいさん感動。小金井ならではのものを使ったユニークな屋台とは。こういう風になってれば散歩の途中で立ち寄るのはちっとも嫌じゃない。散歩のためにあるようなお店だから。さあ、今日も散歩に出かけましょう。今日は中央線で新宿から30分、都心からほど近い武蔵小金井駅周辺をお散歩します。もう金柑が目立つ季節になりましたね。金柑、みかん、あ、四十柄ですね。あ、いい声出すな。四十柄じゃないな、四十柄じゃないです。これは四十柄にしては尻尾が長いな。あ、これはね、エナガっていう鳥かもしれない。どうしてもこのみかんが食べたいんだね。で、俺たち撮影隊がいるんで。なんだよ、お父さん今日は困ったね。あのみかん今時期なんだけどね。でも構わないわよ。あの人たちきっと悪いことはしないわよ。エナガなんて鳥はもう都会ではいないと思ってたけどね。エナガですか。お散歩早々小鳥さんに会えてよかったですね。ちょっと入ってみましょうか、路地に。ああ、綺麗な木が。ああ、お、これは何ですか。こんにちは。え、こちらはいいですか、ちょっと。はい、こちらは何屋さんなんですか。あ、炭が。コーヒーの屋台を。コーヒーの屋台ですか。はい、あ、いただきます。迷わず、もう迷わない。これ美味しそうだね。干しぶどうとくるみのビスケット。いいね、これみんな手作り感があって。見てよ、この配慮が。毛布が置いてあるんだよ。これね、上にか、あの、座れって意味じゃないんだよ。多分ね、こう僕のような年齢いった人はこういうかけてるとね、寒くないんだよ。ほら、優しいよね。火鉢があって、このテーブルが。瀬尾くんなんか知らねえだろ、こういうの。昔はこういうんだったんだよ、ほら。そうやって一回一回するしてんの。そうですね、漫画家です。もう前からやってるのこれ。5年目。ああ、そう。
こういうふうにやってたら結構いらっしゃる方多いでしょ。そうですね、結構外の雰囲気を楽しみながら、うん、寒い中も暑い中も、うん、来てくださるので、屋台でコーヒーと思った時に、うん、熱源を火鉢にこう持ち歩きできてどこでも、うん、と思った時に、うん、だんだんもうそう言ってですね、僕は昔ああやってコーヒー入れたな。うん、こうやってね、ずっと静かに落ちるのを待つんだよ、これがいいんだよ。やっと下にこう落ちてきましたっていうのは、多分僕素人は分からないけど、コーヒーの豆にこうお湯を当ててこう膨らむんだよね、多分ね。そうですね、お豆が呼吸するような感じで膨らんで、呼吸するような感じにして膨らんで、水をいっぱい、お湯をいっぱい含んで、もう耐えきれなくなってふわって吐き出すみたいなイメージだと思うんだ。楽しみ、これ待ってよ。ありがとう、いただきます。心を込めて入れてくれたコーヒーです。ああ美味しい。炭のさ、起こし方なんて誰から教えてもらった？うん、初めは火鉢を買ったところで教えてもらったんですけど、なかなかうまくいかなくて、うん、まあ、だんだん慣れて、うん、昔はこれお母さんたちの冬の朝一の作業の、要するにご飯毎日朝炊くじゃない、そこまで、それで火をつけたら、まあ、しばらく燃えてる間にもうその火からこの子供を取って、うん、で親火から炭を取っていっぱいやって、それを一部屋一部屋にこう持ってったり、玄関の火鉢に持ってったりするのが朝の大変な仕事の一つだったの。ああ、やっぱこれいいわ、落ち着くわ。僕なんか好きだね、こういうとこ。どうしてこういうお店始めようと思われたの？自分が散歩するのが好きで、うん、美味しいコーヒーを飲みたいなと。なかなか飲めるところがないので。わかりやすいね。頑張ってね。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。いらっしゃい。はい、こんにちは。こんにちは。ねえ、あ、メタセコイアがすごいね、色づいて。これは大きな毛だね。いいな、森がいっぱいあると。本当に綺麗だよな。別に真っ赤だけが紅葉じゃないよ、こういう色も綺麗だな。いや、僕はね、本当に綺麗だなと思うよ、これ。絵に描けって言われても、僕なんかの技術ではこれ描けないよね。木の幹に近い方は緑色なんだよね、まだね。で、やっぱり外に出てくるほど、まあ、日に当たってると解釈していいんじゃないかな。日に当たるところほど色がついてんじゃないのかね。ブロックの部屋だ。すいません、お邪魔します。すいません、ちょっと嬉しいですか。あの、喜んで、毎日見てます。毎日やってねえよね。お父さんが毎日見らんないよね。仕事してれば。このブロックの今積んでんの、中に鉄筋入れて、ここにコンクリで、なんて言ったか、これモルタルで埋めるわけね。よく知ってるじゃないですか。いやいや、だからこれが面白いなんて悪いけど、あの、見せてくれる、ちょっと作業。うん、それは何、隙ができないように、中に空洞ができないように、これでするわけ。固めるわけね。
マジびっくりした。上手な絵がね大好きなんですよ。今もそれの話でした。絵が描けないって話でした。いやいやとんでもない。僕ら恥しか描けないのに。うまい。大したもんですよ。お後がよろしいよ。頑張ってね。どうもありがとう。失礼します。綺麗な飛行機が飛んでるよ、オーディションの上に。どこの飛行機だろうね。真っ青な空に白い飛行機が。いいな。はあ、あの柿。あの柿。ちょっとさ、冗談のような。ちょっとあのそばで見てみたくない？ちょっと行ってみようよ。ね、もう葉が落ちてこういう状態になるんですね。真っ赤ですよ。これも面白い絵ですね。この辺からこうやって見たらお饅頭がぶら下がってみたいに、つい見とれちゃうよ。ああ、綺麗な水が流れて、やっぱり水どころだね。流れてる水の色が違う、ほら透き通ってて。あら、じいさん、落ち葉を拾ってどうするんでしょう。これ僕がやったわけじゃない、自然にこんな流れてんだよ。いくよ、パッ、自然にね、ペッペッ、リズムね、リズム、リズム。わあ、素敵なこと。木蓮の葉っぱも入れたりして、こんなことでしょうか。ほら、これなんて今本当に見てごらん、ずっくん。水の中にモミジの葉っぱが浮いてる、沈んでる。これ僕がやったんじゃないからね。ほら、綺麗だね。綺麗なモミジに澄んだ湧き水、のんびりとお散歩をするにはなんて気持ちのいいところでしょうね。綺麗だ。大人100円入りましょう。うわー、いいですね。渋いですね。早漏千円は明治から大正にかけ銀行家政治家を歴任した畑野正五郎の別荘跡にできた庭園です。敷地面積は1万2000平方メートル。紅葉スポットとしても町の人たちに親しまれています。おー、綺麗だ。ちょうど今あの向こうから日が当たってるから、そこに赤いあれがこう映って、水に映ってますよね。あ、本当だ、水面も。で向こうが暗いところにこう落ち葉が日に当たってるところに落ちるから、わかんねえだろうな、瀬尾にはこれな。なんで、わかりますか。わかる、これムーディーね。情緒というか、情緒というか。なんだよ。というかじゃなくて、なんか言ってくれよ。いや、ほら、いいね。ありがとうございました。楽しかったです。またどうぞ。いらっしゃってください。
今頃でも水っていいな、こう跳ね返ってるところとか、こういう波打ってるところ、ほら。いいね、あの二人がじーっとあの向こうに歩いてるところもいいね。色が赤と黄色のジャンパーののんびりした散歩感がいいね。何喋ってんだろうね。寄り添いながら。豆腐、こんにちは。あ、こんにちは、お邪魔します。こちらお豆腐屋さんなんですか？豆腐屋です。豆腐屋さんでいろいろこういうのは豆乳とかね、豆腐に関連あるもの、これ例えばきらず揚げっていうのはおからのクッキー。はあ、豆腐も15種類までそろえてございます。はあ、それでこの豆腐と、うん、湯葉はこの奥で作ってるんです。作ってるんですか？ええ、はあ、工場から来るんですかね。ああ、そうですか。ああ、湯葉美味しそうだね。湯葉の、あ、今、今ちょっと、はい、最中でなんで。いいですか、ちょっと見せ、何から入りますよ、いいですか。どうぞどうぞ、はい。はい、ちょっと見せてください。はい、今。お願いします。はい、出来たてで。あらららら、な、何、随分用意がいい。そうですね。なんか誰か来たから、お客さん大体差し上げるんですよ、皆さんに。本当に、どうぞ。これどうやって食べるの？わさび醤油をつけて食べるの。これわさび醤油ですね、はい、で今これができた状態。あ、これを今あれしてそういう風になるわけ。で、その上の表の皮をすくい上げる、すくい上げたものがこういう、はいはい、でこれはあのまだなりきってないちょっと8割型の柔らかい。美味しいね。皆さんもよろしかったら。お店に入ってきて2分後に食べてって。いや、ちょうど出来たてで、うん、いい塩梅なとこだった。これどうやって畳むの？これは今ここでナイフで、うん、四隅をビューッとこう切るのね。うん、こういうものがあるんですね。はい、これ作ったんですよ、水切って。ああ。結構いい。ああ。それが今僕がごちそうになったものと同じ。そうです。うん、これがあの今出来上がったところ。うん、今8割型のものを召し上がっていただいた。これとこれとは今がわざと8割型で揚げてくれた。そうです。早めに揚げたって。今度は固めの。今度は固め。召し上がってください。もう何でもすぐ食べちゃう。出来たてが美味しいです。お店で作っているからいつも出来たてがいただけるんですね、うん、うん。これはさっきのよりもコクがあって歯ごたえがあって、さっきのは液体が少し固まったというような。ちーさん大満足ですね。そりゃそうでしょう、この湯葉の美味しそうなこと。さらにちょっと変わったおすすめのお豆腐もあるそうです。奥で奥様からいただいたんですが、これ何ですか？これこれあの湯葉豆腐ってね、あの普通豆腐はあの水で固めるんだけど、こういうさっきの湯葉作ってるので、豆乳を入れて、にがりを入れてね、で2時間ぐらいかけて蒸して、蒸すんです、それで出来上がるんです。これね、2時間半ぐらいかかるもんだから、よそでは作んないですね、あんまり。ああ、手間がかかるから、色合いがちょっとプリンのようですが、どんな、うん、お豆腐よりも甘みがありますね。甘みがあるんですね。大豆のね、一つそのまま出したような。ああ、これはなかなかあんまり食べられないですね。あまり今まで食べたことないですね。美味しい。どうもごちそうさまでした。はい、どうもありがとうございます。頑張ってね。
この一角。うん。ちょうどこう山の真ん中をこうえぐったような場所にあるから、周りに全部高い木があって、周りに盛り土になってる、土が盛ってあるっていうか高いから木が上の方にあるわけですね。非常に綺麗な神社です。ぬくい神社の前には87年前からおよそ50年間湧き水を使った50メートルのプールまであったそうです。本当に水が豊かな町なんですね。どんぐりがこれ水の中にいっぱい落ちててさどんぐりころころどんぐりこお池にはまってさあ大変で歌った。本当にそうだなこいつだったさあ大変だなこれって池にはまってさあ大変土壌が出てきてこんにちは坊ちゃん一緒に遊びましょって土壌とどんぐりが遊ぶんだ。ちいさん今日はこちらの神社を散歩のゴールに決め、一日の思い出を絵手紙に綴ります。完成までの間おさらいです。珍しいコーヒーの屋台にちいさん感動。庭園や川沿いなどいろいろな場所で紅葉と湧き水のある風景を楽しみ、絶品の出来たて湯葉を堪能。3時間4066歩のお散歩でした。ちょうど天気の良さもあって、自然を満喫することができました。色鮮やかな山の木々、町にの 木も本当に綺麗な色を放ってくれています。また出会った人たちは物を作っている ものづくりの人たちに出会ったような気もします。そんなんで今日の一枚の絵は、秋空と武蔵小金井の柿を描いてみました。山の金やちょうどこんな感じの色だったのではないでしょうか。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は首のたるみ解消体操です。鎖骨の上に指先を当て頭を斜め後ろに倒します。この体勢で10秒間キープしましょう。ちい散歩で訪れた町を本でご紹介。待望の第6巻が絶賛発売中です。おすすめの22コースを絵手紙とともに掲載しています。